本来は等間隔で並んでいる養殖いかだが、津波により固定していたロープが切れ、いかだ同士ぶつかっているのが分かります。全国的にも牡蠣の品質の良さで知られる陸前高田市の広田湾では、今朝早くから牡蠣の養殖いかだの復旧作業のため、漁協の関係者らが漁港を出発しました。いかだを調べたところ、通常いかだをコンクリートブロックに固定しているロープが切れ、他のいかだに接触したり、牡蠣に絡まったりしているのが確認されました。また、牡蠣を吊るしているロープが絡まり、牡蠣が海中に落ちてしまっているのも見つかりました。くっついたイカダを船の力で引っ張っています。ありがとう。今日はぶつかった養殖イカダを引き離したり、イカダに別のイカリを結んで固定する仮復旧の作業が行われました。本復旧には海底にあるブロックに潜水によってロープを固定する必要があり、復旧にはまだ時間がかかりそうです。県によりますと、今回の津波による物的な被害は水産業に集中していて、陸前高田市、大船渡市、山田町で牡蠣やホタテ貝などの養殖施設の移動や一部損傷があったほか、山田町で定置網のアンカーロープが断裂した被害が報告されています。調査が進むにつれ、被害は今後も増えるとみられています。